フライジング司教、オットーフライジングのオットーは、ドイツの司教、歴史初期者。日本語では、フライジングのオットー、オットーフォンフライジングなどと表記されるが、本校では、以降、オットーとのみ表記する。オーストリア編教博レオポルト3世のご難として生まれる。レオポルト3世は、クロスターノイブルクに、クロスターノイブルク修道院を設立し、 その基金によって、夫をパリへ留学させた。1132年、夫は、パリでの留学を得ての帰路にて立ち寄ったも、リモン修道院に見せられ、その場で、死党会に入会し、同行していた15名の貴族も巻き添えにも、リモン修道院で生活することにしてしまった。息子が帰ってこないので、困った、レオポルト三世は、 なんとか呼び戻そうと、また、夫の影響も受けハイリゲンクロイツ修道院を1135年に創設した。しかしすでに夫は、森門修道院の院長に収まっており、結局帰郷するのは1138年になってからで、帰郷するとそのまま、フライジング司教の任についた。夫は1143から46年に一つの著名な書物を書き上げた。法術の 年代記である。1147年には第2回十字軍にも参加し、エルサレムにも行った。1158年9月22日もリモン修道院で死去した。オットーの生意物はハイリゲンクロイツ修道院に収められている。オットーの著作で特筆されるものは年代記とフリードリヒ一聖伝である。 1143年から1146年にかけて執筆された年代記は二つの国の歴史とも呼ばれ、アウグスティヌスの影響が見られる。現代はクローニカ細部イストリアでデュバスシビタタバス二つの国の年代記あるいは歴史で、二つの国とは天の国と地の国を示す。フリードリヒ一聖伝は、 オットーの生存中には未完であったが、死後の1160年に、旧帝礼拝堂司祭、ラー・エヴィンによって、完成を見た電気で、シュタウフェンケとフリードリヒ一世について記述されている。現代は、ヘスタ・フレデリスイ、フリードリヒの辞席。ウィキメディアコモンズには、フライジングのオットーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。